海道の自然が好きです。北海道の広い大地が好きです。北海道の食べ物がいいです。北海道の自然が好きです。北海道の豊かな景色、そしてカレンダー通りというよりはもう寒い時は本当に寒い、厳しい、雪がすごい、全てが大好きです。北海道のみんなの大好きを守ります。新東国盛り、ただいまご紹介いただきました新東国盛り北海道代表をしております澤田英二でございます。私は今参議院選挙北海道選挙区から立候補しているわけであります。なぜ今私たちがこの決断をしなければならないかということでありますが、北海道の土地が危ない、北海道の土地が本当に多くの土地が買われ始めている、中国に、特に中国資本に買われている、この現実の中で私たちは4年前から札幌の街角に立ち、今もこのように北海道、我々のふるさとの土地が危ないんだということを訴えてきた。その中で、自由民主党の政権は全く何もしてこないんです。北海道の土地を守ろうともしない、今もどれだけ中国資本が買い進めたかさえわからない、その中国資本に買われている、その北海道、ふるさと北海道の土地、それを私たちは何としてでも取り戻さなければならない。それも中国資本が買い進めている土地は北海道の財産とも言うべき水源地、農地、観光地、そして北海道の中の自衛隊の基地の周辺の土地、このような大切な、そして安全保障上必要な土地を中国が買い進めているということであります。私たちは中国が簡単に買えること自体がおかしいでしょうと、中国の土地は私たちは買えないんです。私たちが中国の土地を買おうとしても買えない。それなのになぜ中国資本だけが北海道の土地や日本の土地を買い進めることができるのかということをずっと訴えてきた。そして政府に規制をかけてくれということも言い続けてきたけれども結局政府は何もしてこない、規制もかけられない。一本の法案は通しました。しかしその法案もほとんど骨抜き状態であり、あれでは全然守れないということであります。中国という国がどういう国なのかということです。私たちは偏見を持って中国を責めているわけでも、中国が危ないと言ってるわけでもないんです。中国が実質今までやってきたことを考えれば、中国が入り込むことがどれだけ危険なことかを皆様方にお訴えをしてきたんです。例えば今ウイグルで、ウイグル人権非難決議、世界の国々が、多くの国々がウイグル人権非難決議を出した。ウイグルで人権がもうほとんど蹂躙されている。それから北海道新聞、赤い新聞と言われるあの北海道新聞でさえ、ウイグルでは民族浄化をしていると言われている。民族浄化、このような状況の中で私たちはやはりこの中国の人たちが入ってくることの危険性を訴えてきたわけであります。このような中で民族浄化をしている、ウイグルでは民族浄化、このようなことは許すわけにはいかないし、そしてなぜ日本でウイグル人権非難決議は出せないのかということでありますが、親中派、美中派の議員が多いこの中で、どうしても潰してくる、ウイグル人権非難決議を出そうとしてもすぐ潰してくるというようなこの形の中で、日本だけが先進国の中でウイグルに対する人権非難決議を出せないということであります。そして中国は今も連日尖閣の海に領海領空侵犯を続けている。このような現状の中で、日本政府はただ遺憾である、遺憾であるしか言えない。これが今の政府、今の日本政府なんです。このようなことでこの国を、私たちのふるさとの北海道を守れますかということで、私たちは声を上げたということであります。私たちは4年前からずっと声を上げ続けてきたけれども、全く今の自由民主党が動こうとしない、そしてこの国を守ろうという意思さえ見えないということで、私たちが立ち上がり異議申し立てをしなければならないということで立ち上がったわけであります。私たちは尖閣に32回船を出しました。尖閣で32回漁業活動をするために船を出しました。漁業活動をするということは、あの尖閣の海が、そして尖閣が我々の領土であると、我々の実効支配が続いているということを示すために船を出したんです。しかし今やもう尖閣に私たちが近づくことはできない。日本政府が全部止めてくる。そして一番今尖閣のそばにいるのは中国の海警局の船であるというこの現実なんです。私たちはまたまた
何回も何回も船を出します、今後も出します。そして日本政府が国を守れないんであれば、私たちはそのあたりも司法の場で訴えながら、おかしいでしょうと、なぜ国家が自分たちの国土を守らない、このような行為をしないんだということを訴えながら活動してきました。そして今後もその活動は続けてまいります。しかし政治の世界に行かなければ、いくらこのような活動をしてきても止まらないんです。だから私たちを国政の場に押し出していただきたいとお願いをしているわけであります。その他に今北海道は、歴史をどん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 改ざんされている。アイヌの方々が先住民である。アイヌの方々は北海道の歴史に、鎌倉後期に出てくる。この中で、北海道の先住民は縄文人である。縄文人ということは日本人であるということなんです。だから先住民は日本人である、これはもう決めていいわけですが、それ学問的な話さえ今やすることができない。そして私たちはアイヌの方々の話をするとヘイトスピーチだ、差別主義者だというようなレッテルを貼られてくる。アイヌの方々は本当に先住民なんでしょうか。この決議を国会でしてしまった、そのことによって今アイヌの方々は、鮭を取ってはいけない時期に鮭を取る、それから今北海道の中に我々の自治区を作れとまで言い出してきた。自治区を作るということは北海道の中に治外法権の地域を作ることになる。そうなると子どもたちが次の時代そのような一国二制度の中で生活をしなければならないということになるんです。今のうちにこれを止めとかなければどうなるかわからない。そしてロシアのプーチン大統領にはプーチン大統領とうまくやりたいというような手紙まで送っているグループがある。この現状の中で私たちはもうこの歴史の改ざんも許さないということであります。今100年記念塔、アツベツの100年記念塔が着々と壊されようとしています。なぜ壊されようとしているか、あそこは開拓の歴史、開拓のシンボルだからです。開拓は今やもう侵略の歴史という形の中でアイヌの方々が語っています。開拓は侵略だったんだ。じゃあ明治以前のあの土地、北海道の土地は日本ではなかったんでしょうか。北方の守りのために私たちは、全国から集まって入った。それから北海道の開拓のために入った。それは北海道が日本であったから入ってきたんです。別に侵略をしたわけでも何でもない。しかし今やもう侵略の歴史だと、開拓の歴史は侵略の歴史だと言われ、そして今着々と100年記念塔を壊そうとしています。今の知事全く守ろうとしない。赤レンガ庁舎は、町村知事の時に壊されようとしていました。しかし知事の決断でそれを守ったんです。しかし今の知事は全くそのようなことも考えていない。アイヌの方々に忖度をし、そして観光立国、観光でこの北海道を立て直そうという意志が強いんでしょう。しかし私たちの基幹産業は農業、水産業、酪農業です。観光業が悪いとは言いませんけれども、これは基幹産業にはならない。今回のような感染症が起きたりするとあっという間に観光客はいなくなる。また為替の変動によってもいなくなる。このような不安定なもあの産業を、この産業によって立国する、観光業で国を建てる、そういうことはもう不可能に近いんです。観光業は観光業でしっかりと北海道の中に根付いてもらって構わない。しかし基幹産業にはなりえないということを私たちはずっと訴えてきた。そしてその中で、歴史をどんどん改ざんする。先ほども言いましたがアイヌの方々が先住民だという話、それから開拓の歴史は侵略の歴史なんだというようなレッテルを貼る。それを今度は子どもたちに教えるようになってくる。歴史が本当に北海道の歴史が壊される。この中で私たちはこの問題も戦ってまいりました。今北海道インフラももうぐちゃぐちゃ状態、JR 北海道がもう持たない。それある北海道の力じゃ北海道全道の中に、JR、鉄道を引くことが、それから維持することができない状況になっている。この状況の中で、私たちは何としてでももう一度インフラを再生をしなければならない。それでなければ地方に住めないんです。地方に住めないと今度は中国のような国々が地方の土地を買い進める。今や企業も買っている。このような状況の中で私たちはもうこのまま見過ごすわけにはいかないということで立ち上がったわけであります。澤田英一でございます。新党国盛参議院候補
澤田栄一でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。澤田栄一でございます。澤田栄一でございます。ありがとうございます。また中国という国はどういう国か、ウイグルで、民族浄化をしている。これは北海道新聞が書いています。民族を浄化をしている、ウイグルの人たちはもう民族浄化なんです。今の時代こんなことをしている国がすぐそばにある。そしてその国が北海道の土地を買い進めている。この現実の中で私たちはもう声を上げざるを得ないということで立ち上がる決断をしたわけであります。ウイグルの人たちが本当に大変な目に遭っている。そしてこの間新疆ファイルという、ファイルが流出しました。その流出した中で、新疆ファイルの中に子どもたちは親から離され強制労働をさせられている。そして大人たちは強制収容所に、入れられ、その強制収容所の中では臓器移植まで、臓器を摘出までされている。これが現実なんだということがはっきりとしてきた。私たちはそのようなことをしているという話は聞いてはいましたが、現実にファイルが流出してしまったということであります。中国では習近平主席をはじめとしてウイグルとうまくやっているというようなことを言っておりましたが、結局は世界が見ていたと同じ状況がウイグルで起こっていたということであります。この状況を日本だけがウイグル人権非難決議を出すことができない。なぜウイグル人権非難決議を出せないんでしょうか。世界の各国、いろいろな国々、イギリス、フランス、そしてカナダ、アメリカではウイグル人権非難決議を出している。この現状の中で私たちはなぜ日本の国が出せないのか。美中派、親中派と言われる議員が多数この国には存在する。だから中国問題はなるべく、手をつけないようにしてくるわけであります。まあ経済界もそうです。金儲けのために中国が必要であるという人たちがかなりいる。そういうような状況の中で私たちはウイグル人権非難決議一つ出すことができない、このような国家になってしまったということであります。しかしまた時代が変わると、もしかすると北海道の子どもたちがウイグルの子どもたちのように強制労働させられるかもしれない。その現実があるんだということを皆様方に お訴えをし、そしてこの国を守らなければ子どもたちの未来も何も守れないということをお訴えをしているわけであります。私たちはもうやむにやまれる状況の中で立ち上がる決断をしたんです。自由民主党、4年前から私たちは意見をずっと言っていました。特に今全国を回っている本間奈々は札幌市長選挙自由民主党公認で戦った女性です。その本間奈々が今私たちと一緒に全国比例で立ち上がってくれています。そして全国は北は北海道から南は沖縄まで私たちの仲間が今しっかりと立ち上がっています。10名の候補がこの参議院選挙を戦い、そして日本の中で真っ当な国を作らなければならない。国が、土地を守る、それから国民を守る、それから主権を守る、これを忘れてしまっては国家でも何でもないということの中で私たちは声を上げる決断をしたわけであります。開拓の歴史は侵略の歴史だという話まで出てきた。私たちは開拓の物語は本当にこの北海道の中で大きい物語である。開拓の先人たちがあの時に開拓をしてくれたことによって私たちにこれだけの大地を手渡してくれたんだということを言い続けてきた。そうすると今やもう開拓の歴史は侵略の歴史だと、愛の人たちの土地に侵略をしてきたんだという、またまた歴史捏造を始めます。この中で100年記念塔が今壊されようとしている、鈴木知事が全く守ろうという意思がない。道議会では議論一つしていない。予算がついて老朽化という一言のもとに壊されようとしています。まだまだ持つんです。私たちは調べました。まだまだ持ちます。それをなぜこんなに急いで壊そうとしているんでしょうか。愛の方々を観光の目玉としながら金儲けのためにそうやってそのような形で歴史を壊していく、これが今の自由民主党であり、今の知事であり、今の北海道の政治なんです。北海道議会も全く未だに議論もしていない。議論さえしないうちに、全部このような形で話を作ってくるということであります。その他にも北海道、インフラがもうほとんど崩壊状態。交通インフラ、JR 北海道はもう再生する可能性がかなり低い。そしてほとんど廃線状態になってきた。
鉄道が北海道の交通インフラとして機能しなくなってしまった。それから電力はブラックアウトの中、3年前ブラックアウトを経験しました。その時と同じ状況が未だに続いている。この状況を全く改善されていない。それであれば私たちは泊原発再稼働をまずはしましょう。今年今東京でも電力不足によって、かなりのお願いが出ています。東京かなり暑い状況の中で今電力不足だということになりました。この状況の中でなぜ原発再稼働しないんでしょうか。原発はあるんです。残ってあるんです。これを一時でもいいです。どういう形の電力にするか、電力のミックス、これはきちんと議論すればいい話なんです。しかし今この現状の中でやはり原発再稼働、それは緊急避難的にでも行わなければ、私たち夏なら北海道はいいです。しかし北海道の冬にまたブラックアウトが起きたとき、何万人死ぬかわからない。これが現状なのに、今の政府、そして自由民主党は全く何も手をつけてこないということであります。土地を奪われ、歴史を壊され、そしてインフラもほとんど機能しない。そうして地方ではもう住めないということで土地を売る。そこにまた中国が入ってきてその土地を買い進める。この構造を作っているのは自由民主党なんです。だから私たちはもう立ち上がらざるを得ないということで今立ち上がったわけであります。私たちは新党国盛新しく政党であります。そして国を守らなければ子どもたちの未来も、それから子どもたちのふるさととしての北海道も守れないということで立ち上がる決断をしたわけであります。私たちは新党国盛北海道、私は新党国盛北海道代表の澤田栄一と申します。今参議院選挙北海道選挙区で立候補しております。そして私たちと一緒に戦ってきた本間奈々札幌市長選挙、自由民主党から札幌市長選挙を戦った女性です。その本間奈々が今全国比例で立ち上がりました。それから安藤博士は東京選挙区、安藤博士はもともと3期自由民主党の議員をやっておりました。もうみんな自由民主党ではこの国が持たないということの中で決断をし、小さい政党ですけどもみんなが集まり、今10名の人間たちで新しく日本を作り直す、そして、新しい選挙に向かっていこうということになりました。私たちは新党国盛新しい政党です。日本のため、そして日本の未来のため、子どもたちのために立ち上がる決断をしたわけです。皆様方には新党国盛にご支持ご支援、今後ともよろしくお願いを申し上げます。この素晴らしい国に生まれた喜びかみしめ、国を守ろう。頑張れ日本、頑張れ日本、頑張れ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 日本、日本。頑張れ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 日本。